紫山自然緑路とは、愛知県岡崎市、細川町から、同市の紫山自然公園に至る、散策路、ハイキングコースである。奥山田のしだれ桜紫山展望台山の姿が、富士山に似ていることから三河富士、または、花園山もと呼ばれている。標高は256.9メートル。ちょうど山頂あたりを基準に、桑原町、奥田町、奥、 山田町、江田町の四町の境目となっている。山頂には、物のノ,ノベ森屋の子、物のノ,ノベ神福が建立したと言われる紫神社がある。祭神は、大山の命、この花咲や姫、大名討の命で、細川城や小牛城の歴代城主はじめ村人の、崇拝が厚く、安山の守護神として名高い。1963年5月8日、 奥山田のしだれ桜が、岡崎市の天然記念物に指定された。702年、人身の乱で功労があった豪族をねぎらうため、児藤天皇が村関山に訪れ、手図から植えたものがこのしだれ桜とされる。アス海道の北都大口交差点に、道路の通称名の案内標識があり、ここから始まることになる。かつては、細川町の田舎だったが、岡崎北都大と呼ばれる。 住宅地域が形成されている。北と川沿いを東に進み、奥山田町に入り、紫山自然公園と書かれた案内看板を頼りに山道を登る。奥山田池駐車場までへは自動車、原付きで行くことができる。歩いて山頂まで登ると、紫神社が鎮座している。その近くに展望台もある。山頂を北側に下れば奥田神谷方面に通じる。 自動車、原付で北斗台を通行する場合は、停車中の路線バスを追い越さないようにする。奥山田池駐車場までは、自動車、原付の通行が可能だが、自然公園入り口から駐車場までの道のりは、すれ違い困難かつ、急勾配であるため十分に注意し、基本的には発進の難しい上りの車両を優先するが、お互いに待避書を探りながら譲り合う。 また登山道であるという性質上、歩行者にも注意する。ありがとうございます。